ガンガン工具が入ってくやん。ね、1列目でもうなんかこんなスタンドっぽくなって。あ、意外と3本ぐらいだったらいけるかも。あ、いけてる。ドウ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 。皆さんこんにちは、プラマイドル高坂きのです。今日も始まりました、魔剣中 TV。 今日はね、100均で見つけた面白いアイテムを紹介しようと思って、こちらじゃん。多分今みんなの頭の中にハテナが浮かんでいる。そう、浮かぶであろう。私もよくわかっていない。じゃん、こちらはですね、ウェーブペンホルダーというものでございます。え、思ったより柔らかい、もっと硬い素材かと思ったんだけど、なんかこういうビョーンと伸びる蛇腹状のスタンドのようです。なんでこれを今回模型に役立ちそうと思って紹介するかというと、多分ね、いろんな使い道がねある気がするの。私これあると思うんですよ。ということで、ちょっとどんな使い方ができるか考えながらですね、皆さんも楽しんでもらえたらと思います。で、まずはこれ、まずペンホルダーっていう名前なので、多分こういう隙間にペンとか工具が立てると思ったんですよ。まあ、なんかこれを刺すことはないだろうけど、まあ、余裕のアルティメットニッパー刺さったりとか、これもさ、別に1本でこうやって刺してもいいわけでしょ。え、これ結構刺さるんじゃない？これキャパシティがなかなかなんじゃない？こんなね、ちょっとガンガン工具が入ってくやんね。1列目でもうなんかこんなスタンドっぽくなって、こう取って使ったりなんてのもできそうだし、え、だっていろいろ刺せるってことでしょ。なんかこういうね、細い工具、あ、こっち側も立つんじゃない？あ、え、物によるけど、いろんなヤスリがあると思うんですけど、こういうのをね、こう立てちゃったりとかもできるし、なんか視認しやすいじゃない、こうやって立ってると。だからペッ、これが使いたいって言って取り出せる、そんなところはいいんじゃないかなと。まあ、なんか太さによって一本こう太いものをさ挟んでしまうと、まあ、その分ゴムが開いているので、ちょっと幅は気にしないと倒れそうだけど、同じような太さの工具類をまとめて1列ずつに入れるのは良さそう。で、これ今刺したのがさ、この口になってる方だったんだけど、この隙間もね立つんだよね。立つじゃん。え、めっちゃいい感じ立つじゃんこれ。ちょっとすごいじゃん、すごいじゃん。ヤスリとかこの方が綺麗じゃない？おう、綺麗。はたまたこうデザインナイフなんかを刺してみたりとか、カッターナイフなんかも刺してみたりとか、結構グサ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 置いておけるっていうのがなかなか素敵じゃないですか。え、いいね、いい感じじゃない？まあ、皆さんいろんな筆を持ってるかなと思うんですよ。筆も立てれるってことなので、こっちの細い方だなにこう差し込んでいくといいのかもしれない。だ、筆を刺すにはちょっと、まあ、緩いかなっていう感じがあるので、まあ、刺さらなくはないんだけど、こうやって細い方しか止まらないかも。あ、でもあれだ、こうゴッドハンドさんの紙筆みたいにちょっと柄が太いやつはガンガンね、ここでも刺さってくんですけど、って言ってたら大体収納できてるね。え、いいじゃん。結構筆立てってさ、みんなこうごそっとなんかこういうコップとかにバサッて刺さってたりすると、結構探しにくかったりするかもしれないですけど、使ってる途中とかでこう取りやすくするための筆刺しみたいにするのはすごいいいんじゃないかなと思います。あとはそうだな、ランナー、これもこのままこうスポッ、おお、いいじゃん意外と。あ、でもちょっとパーツがね、でかいやつはぶつかったり、あー、ダメかも。ランナーはちょっと物による感じですね。これ薄いやつとかは全然こうねピッと刺さったりするんですけど、ちょっとでも太いパーツとかがあるとぶつかっちゃいそうな感じ。まあでも結構刺さってるよね。まあランナーは使えなくもない。まあ、スタンドが欲しくなる場面といえば、こういった塗装の持ち手を刺す時もあるかなと思います。塗装持ち手はね、立てるけど細いので、こう一箇所にこうまとまってっちゃう感じ、倒れちゃうよねっていう感じはちょっとあるので、あんまりこうパーツ同士がぶつからないようにするには向いてないかも。
欲しい。でもこれも太さの問題なので、こうやって割り箸とかを使ってる人はガンガン立てれるんじゃないかなと思います。全然ね、太いと転がっていかないので、ほどほどに太さのあるものならまあいけるかな。私が本当は一番使えるんじゃないかなと思ったのはこちら、きっとね、よいしょ、ドリルの刃を立てる場所ですね。だけど思ったよりも広いので、こう細い子はこう抜けてってしまうのでちょっと難しそうかな。あ、ちょっとどっか行っちゃうもんね、こいつね。そっか、結構いいやんかなと思ってたんですけど、なかなかうまくはいかないもんですね、じゃん。まあ無理だと思うけど、エアブラシのスタンド、わー、あ、でもできなくはないのかって感じだね。あれ、意外といける？あ、意外と3本ぐらいだったらいけるかも。あ、いけてる。あれ、ちょっとこれなかなかフィットしていいんじゃない？お、いいじゃん。よいしょ。こんな感じでちょっと重たくて持てないけど、ホルダーっぽい感じにもなりますね。結構ね、エアブラシのホルダーって高いんですよ。2000円ぐらいしたとしちゃうので、まあもったいないっちゃもったいない。ただこう支えられればいいんだったら、こう1本2本ぐらいだったらがっつり刺さってこう安定してくれているのって、まあ、100円で手に入るんだったら、まあ使い道もそこそこにあるんじゃないかなと思います。タウタウド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 ウ、あ、ちょっとガンダムマーカーをちょっと厳しいのかな。はい、まあというわけですごいサクッとした動画だったんですけど、100均で見つけたこれ、謎の蛇腹さん、最後こうやって正しくペン立てみたいに使ってるんですけど、色も認識しやすいし、でこうやって取った後にまた伝えようってピッて刺しとくと、なんか場所はこう入れ替わってもさ、それなりにこうなんかどこに何があるかとかは把握できそうだもんね。うん、見やすいので、まあシンプルなこういうペン立てとして使ってもいいし、もちろんいろいろやってみた工具だったり、ランナーだったり、エアブラシが一番おすすめかな、を立てたりなんかに使ってもいいんじゃないかなと思います。いや、100均ってなんかこれ使えないかなみたいに探すと面白いものがいろいろあるので、ぜひとも皆さんも遊び心を持って探してみてほしいなと思います。何か整頓したいなと思う方はぜひ100均を探してみてください。ということで、以上、もけんちゅ TV でした。バイバーイ。